はい、どうも一応です。じゃあ次第3層いきたいと思います。マルドゥーク。はい、こちらはですね、炎風の協力、ちょっと耐えきれるかわからんよな、これ。行動キャンセル、またか。状態異常、魔法防御無視、魔法のバリア無視、これ嫌だね。まあ氷と雷、弱点ということで2人連れてきてます。氷アタッカーと雷アタッカー。まあ魔法防御の、あ、ちゃ、なんだっけ、魔法バリアか、魔法バリア無視の魔法使ってくるってことなんだけど、まあローザね、即時で打てるし、まあ2000の貯金、回復に貯金できるっていうのもあるから、まあ無視されでもいいから、連れてきてます。はい、回復は2枚でいけます。アルフィーノと2枚。まあ隙あらばバハムート打つって感じで、デバフはモグに任せるという感じかな。前回の反省生かしてローザに雷神つけてます。はい、これでいきます。倒せたらいいな。よいしょ、倒せたらいいな。どうかな。ちょっと長いですね。前回までの動画をですね、今アップしながらの撮影してますから、携帯で。はい、ちょっと重くなってるかな。よし、行こう。まずローザで壁張る。誰が最初に動けるかだよね。アーシェは違う。ローザで壁、まあアルフィノは展開戦術、基本展開戦術です。他に技も持ってきてますけど、まあ反射バリアっていうよりもどっちかというとコーマアップに期待ですね。アタッカーがこうね、物理攻撃タイプと魔法アタッカ ー, あー魔法攻撃タイプなんで、ちょっとこの辺はコーマアップの方に期待。まああわよくば反射バリアで追い込めればいいなって感じですけど、そこまでは期待はしてないですね。で4層あるうちこいつ唯一弱点があるんで、どうなのかな。弱点押しだけでいければいいけどな。はい、バハムートどうか。今だったら打てる余裕がある。いや、あんまり雷神強いよね。強いっていうか、速いよね。回転率がすごい。よし、いいんじゃない?今のところそう、ダメージはきつくないぞ。さあ、これどんぐらい入るかな?あー、ちょっといまいちっすね。まあでもこんなもんか。今のアルフィノの力だとこんなもんだよね。レベルもまだまだ上がりきってないし。2枚で回復しよう。 OK、 よし、ナイスです。ローザもね、あのなんだっけ、ガチャマテ持ってますから、低確率で再発動か持ってますから。 OK、 大丈夫かい。スコール早く超絶入りたいところですね、これ。まあダメージを抑えられるってことは、反射バリアはそれほど期待できないってことで。さあ、こっからはもう連続3打がで押していきます。まだまだ星6アビが少ないんでね、弱いんですけど、星5アビで頑張りますよ。アルフィの風まとえるから、なんだったっけ、あの風の召喚獣のやつ、あいつ作ってもいいなと思うんだよね。なんだったっけ、名前忘れた。うん、作ってもいいかなと思ってるんだけど、
まだオーブに余裕がない。よし、このまま押し切りたいぜ。さあ壁も早くも張り替えること考えないとまずいぞ。いいダメージだ、いいダメージだ。エアロラは大丈夫ね。バハムート打つか。とローザ待機してよ。ドラゴンブレス、これか。いや、まあ、効かねえな。壁効いてるうちはいいかも。さあもう早くも壁張ろう。 OK、早くも壁張ろう。メガフレア、まあまあ効かないだろうけどもいいでしょう。アルフィのこれ、あーでもな、コーマアップ切れちゃうの嫌だしな。うん、やっぱしばらく展開戦術かな。かなりいいとこまで追い込んだら、あのバーストとか入ってもいいかもしれないけど、展開戦術いって一回女神の祝福入れるか。2000の貯金を作っとく。他にもこの魔法バリアが生きる、なんか攻撃打ってくるかもしれないしね、向こう。はい、よし、削れてる削れてる、半分いったかな。削れてます。ブラックホール大丈夫。よし、 OK。 ちょっといまいちどういう効果があるのかわからないけど、展開戦術、よし、クロシェルを貼り直す。スコールはもう一回超絶に貼り直すか。いいねいいねいいね、 OK。 あーこれか、これは確かに嫌だな、確かに嫌ですね。もうさっさと押し切ってしまいたい。そんなに攻撃自体は辛くないんじゃない、過去2層前の2層に比べて。でもそれだけに早く倒し切りたい、壁が効いてるうちに。むしろ第1層がちょっときつかったですよね、防御無視で常に全体攻撃が来るみたいな感じだったから。メツブラックホール、これはうわー結構効く、やばい、これはやばい。ローザ多分超絶入れるんで、オッケー、即打ちましょう。もう弱点で押していきたいよな、ここ。よいしょ。あ、いいっすね。よし、いった。まあ、とりあえずは2000の貯金を作っておく。OK。さあ、あともうちょっとだから押し切ってほしいな、これは。あ、効いた。バリアが効きましたぞ。今日ドラゴンブレスとかが、かな、多分。バリア虫は。行くか。ショックウェーブ。あんま効かないと思うけど、あんま効かないと思うけど、もう少し、少しでもこうダメージを与えて。OK。メガトンブレイク。さあ行け吹雪、よーし、追い込んでる追い込んでるよ。吹雪はもう使い切っちゃったかな、あと1回打てるかな。あと1回打てるな、1回で終わるんじゃねえかこれ。1回吹雪とアーシェの超絶で終わるんじゃない
かな、どうかな。このモグがいることの安心感半端ないですね。あのデュースのあのね、超絶コンチェルト狙った時にもらったやつですけど、これすごくいいわ。おっしゃ、オッケーオッケー。ここは割と楽にいけましたね。オッケー、よし、そんじゃあ次はおしょけい、いいっすね。いよいよ最後っすね。第4層挑戦履歴とか載ってるな。オッケー、第4層次回、じゃあお楽しみに。ここまでご視聴ありがとうございました。